清掃癌自己検診は初期の清掃癌を確認するための方法である。清掃や陰嚢にしこりや腫れがないかを検診するもので思春期から行える。入浴後に行うのが一般的である。清掃癌は稀であり、主に15歳から49歳の男性に影響を与え、通常痛みを伴わない清掃のしこり、または清掃の形状や質感の変化を示す。 思春期以降の毎月の自己検診はおそらく治療可能な早期の段階で清掃癌を発見する効果的な手法である。しかし、清掃癌の症状がない人が定期的に自己検診をすることによって清掃癌罹患率や死亡率が優位に低下するという確かな研究や文献はない。あらゆる団体が清掃癌自己検診を承認しているわけではなく、 無駄な量につながる恐れがあると主張されることもある。清掃は陰形の下の陰嚢にある楕円形の男性生殖器官であり、精子を含む精液とホルモンのテストステロンを賛成する。清掃癌は稀な癌の一種で、罹患者は比較的15歳から49歳までの男性が多い。症状は通常は痛みのない清掃の腫れやしこり、 または、清掃の形状や質感の変化である。思春期から始める毎月の自己検診によって、早期の清掃が癌を発見する効果的な手法となり得るために行われる。推奨される年齢については、医師によって異なり、15歳から55歳までの幅がある。以下の危険因子がある場合は、医師は精巣癌自己検診を特に推奨することがある。 自己検診の推奨に関する全般的な医学的コンセンサスはない。清掃癌の症状がない人が定期的に自己検診をすることによって、清掃癌罹患率や死亡率が優位に低下するという確かな研究や文献もない。あらゆる団体が清掃癌自己検診を承認しているわけではなく、無駄な量につながる恐れがあると主張されることもある。したがって、 アメリカ予防医療対策委員会やオーストラリア家庭医学会は自己検診の推奨はしておらず、他方アメリカがん協会は20歳以上の男性に推奨し、ヨーロッパ泌尿器学会は危険因子のある男性にそれぞれ自己検診を推奨している。2018年アメリカ家庭医学会は高い偽陽性結果、清掃がん自体の発生率の低さ、 清掃眼理患児の治療成功率の高さ、自己検診による害の要素を挙げ、清掃眼自己検診の有効性に疑問を意義を投げかけた。清掃眼自己検診をする際は、毎月決まった時間に検診を行うことが推奨される。その時間とは、入浴後またはシャワーを浴びた後の陰謀が疾患し、清掃が垂れ下がっている時である。これは清掃を触りやすく、 その感触を感じやすくするためである。また、起立した状態で鏡を前にして行う。まず最初に、外皮の変化や腫れがないかを確認し、その後、両手で清掃を触り、感触を確かめる。次に、両手の親指を清掃の上に乗せ、人差し指と中指を清掃の下に置き、清掃を下に置いた指の間でくるくると回す。または、片方の手で清掃を抑え、 もう一方の手で感触を確かめる。通常、この手順で痛みが生じる箇所はない。左右の清掃の大きさがバラバラであることは通常は正常であり、自己検診を通じて自分の体のことをよく知ることができるようになる。疑わしいしこりや腫れがある時に、それを見つけることで病院にかかりやすくなる。配偶者やパートナーがいる場合は、彼らが検診を手助けしてくれることもある。 これは性行為やその前義の形で行える。彼らは男性の清掃の異常を蒸気に示した正式な方法によらず見つけ出せるかもしれない。検診によって以下のような異常を発見できる可能性がある。2018年デートを取り上げたテレビ番組ラブアイランドに出演したクリス・ヒューズは別の情報番組ディスモーニングで清掃がん検診をされた。 検診を行った外科医のクリス・スティールは何か違和感を感じた男性の多くはかかりつけ医に行ってそのことを話すのを恥ずかしく思うでしょうとしながらも清掃癌は非常に治りやすい若い男性の癌であり容易に発見可能ですと話した。清掃癌自己検診は男性の情報が不十分であることのみならず心理的嫌悪感もあるため実施される割合が低い。 ありがとうございます。